どうも、うぷ主です。今回は前回の続き、コロッセを後にし、次の目的地。真実の口、スペイン広場を観光します。話数もパート50まで来ちまったぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまうぷ主は、コロッセを後にし、真実の口がある、サンタマリアインコスメ人教会に向かっています。行列必須な場所なので、ツアーでは開演前から並ぶそうです。手を口に入れると、偽りの心があるものは、手を食いちぎられるそうだぜ。もともとは、教会内のマンホールの蓋だったらしいです。なんで、マンホールの蓋が、一大観光地に昇進したのか謎だぜ。こちらは教会の外からの写真です。行列に並ばずとも、柵越し、この角度ならすぐに見れます。教会内に入ったぜ。このような感じで写真撮影待ちの行列が、外までずらーっと並んでいます。個人で来る人は、開演前から絶対並んだ方がいいぜ。並ぶこと、30分ほどでうぷ主の番が来ました。お決まりのポーズで撮ってもらったのか？うぷ主は、そんなありきたりなことはしません。こちらがうぷ主の作品です。おい。なんてところに、なんてもんを入れてんだよ。単にナメコが口の中に入ってるだけでしょ。それ以上でもそれ以下でもない。変な想像しちゃった人は、心が汚れてますよ。腕、食いちぎられちゃいますよ。当然、うぷ主は心が清いので、何事もありませんでしたよ。写真を撮り終え、教会内に入りました。真実の口の写真撮影は混むので、一応、シャッターは2階までと決められています。みんなガン無視だけどな。また、ナメコを口に入れたのも、スタッフの方の了解を得ています。ガイドさんにその旨伝えて、通訳してもらう。めっちゃはずいぜ。また、口の奥は真っ暗で、ナメコが後ろに落ちたらと思うと、内心ヒヤヒヤでした。落ちたら落ちたぜ、真実の口に食われたあーって、いいネタになるな。バスに戻り、次の目的地、スペイン広場に向かっています。スペイン広場に到着です。階段で上まで登ってみましょう。このスペイン広場、ローマの休日の舞台でおなじみですね。アン王女がジェラートを食べるシーンで有名だけど、現在この広場は飲食禁止らしいぜ。
到着。いい景色です。お次の目的地、トレビの泉に向かいましょう。知らない人はいないってくらい、有名な観光地だぜ。スペイン広場からテクテク徒歩で移動します。トレビの泉に到着です。あれ？何これ？なんと、回収中でした。コインが投げれないぜー。一応投げられますが、水を抜いたコンクリートに落ちるだけ。近くのジェラート屋で休憩です。お次はパンテオン。紀元前25年に、よろずの神々の神殿として建設。後に消失しましたが、西暦118年に再建されました。現存する古代ローマ建築の中で、最も保存状態がいいそうです。でかすぎるぜ。こちらは、ラファエロのお墓だそうです。ほうほう。見学し終えたので出ましょう。太陽が、眩しいぜ。今日と明日も天気は晴れ。なんで、ピンポイントにスイスの2日間だけ天気が悪かったのか。神様もいけずだぜ。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。